めちゃくちゃデッドプールだね。あ、そうだよね。うん、マジシンプルおもろかった。いや、そうだ、うん、もうおっしゃる通り、うん、おまけの夜でーす。おーっす。はーい、始まりました、はい、今日は、はい、こちらゾンビランド、うー、ダブルタップの、はい、宣伝でね、はい、ちょっと僕ら試写に行かせていただきまして、ありがとうございます。ちょっと動画を上げようかなということで、ちょっとネタバレできないんで、はい、まず軽くちょっと紹介動画パッと上げます、はい、でからのちょっとネタバレの感想会もこの後上げようかなという感じでございます。前後編でございます、はいはいはい、ということでやっていきたいんですけれども、はい、僕がおまけの夜の人で映像作家の影山です。はい、僕が映画チンピラ、お笑いコンビチャガモンドの斉藤です。はい、僕がツイッターで漫画を描いているアンドレス長谷川です。はい、長谷川さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ映画ホラー部ということでね、一応、はいはい、まあ、ゾンビランド、そっかそっか、一応そこ、はい、ホラーなんですね。ホラーですか、これは一応ギエホラーコメディ、うん、そうですね、うん、もう早速軽く紹介したいんですけど、しましょう。このゾンビランドダブルタップっていうのは前作ゾンビランドの続編でございますよね、うん、そうですね、はい、パート2になりますね。はい、どういう映画なんですかゾンビランドっていうのは。ちょっと僕前作を見ずに僕見ました、ダブルタップ。なるほど、もう10年前ですよ、1作目が、うん、多分僕と長谷川さんは当時見て、うん、そうね、で結構あの DVD とか配信で、うん、あの面白いって言ってる人も結構いて、もう本当にゾンビ世界を楽しく生きるっていうテーマ、うんうん、だから必死に生き残るっていう感じじゃない、うんうんうん、だからこの世界も楽しんでいこうっていう、うん、だからもうゾンビ映画好きのためのゾンビ映画だよね。まあどうだろう、なんか本当のさ、生き死にが好きっていう人が、うん、そうそう、求めてるところがね、違ったりするから。なるほどなるほど、多いね、ゾンビ好きって。ああ、そうか、いろんな色あるんだ。そうそう、ゾンビ好きの中にじゃあもうテクノもハウスもあるみたいなことなの。そう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 、あ、そうなの、ゾンビっていうテクノではないんだ。そうなの。その話はちょっとネタバレ編でちょっとしたいですけども、うん、ああなるほど、 ね、あ、それで言うとじゃあ僕シンプルに言っていい。あ、行きましょう。ネタバレなしでゾンビランドダブルタップで、はい、前作見ないで行ったんですけど、うん、シンプル面白いね。マジで。そうそう、ね、あのね、うん、なんかまあいろんな映画取り上げてますけど、まあいろいろわーわー言うけど、うん、もうシンプルおもろいわ。もう余計なこと言う必要なく、なく、もうエンドロールの時に、おもろいなあ、楽しかったって。そう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 、そうだね、うん、何も語ることそんなないけど、うん、だから俺ダブルタップこんな面白いから、これで例えばよくあるじゃん、前作の方が良かったパターン、うん、まあワンツーだとよくあるよね。あるよね、うんうん、もしそれで前作の方が良かったっていう感想が上がるとしたら、うん、そんなおもろいのって思った、うん、これを超えてくんのみたいな、うん、ぐらい俺普通の、うん、マジシンプルおもろかった。いや、そう、うん、おっしゃる通り、うん、面白かったよね。僕も10年前に一作目見たから、もうほぼ忘れてる状態で、うん、予習せずダブルタップしてきたんですけど、うん、シンプル面白かった。ね、そう。だから前の見てなくてもいきなりここからでも多分全然いける感じだし、うんうん、面白かった。ただ前作見てるとより面白い。そうですね。そう。はん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 、よりその前作を踏まえてのネタがちょっとまあ知ってれば面白いみたいな感じなんだけど、うんうんうん、それがねより倍増して面白くなるから。僕だってワンのあいつのあれ。覚えてたら、あいつのあれが出てきましたからね、やっぱり。ああ、そういうのがあるんだ。あるあるある。なるほどね。でも、あれだもんね、そう、複雑な設定とかの映画じゃないもんね。ない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 。それはだって10年前だから、うん、まあ、そんなみんな忘れてるっていうのは多分分かってるから。そうだろうね、うん、だから多分普通に初見でも楽しめるようにできてるけどね。そうだね、初めからそんな感じだもんね。そうそうそう、んこんな久々だろうみたいな感じで始まるもんね。そうそうそう、よく見に来たなみたいな感じで、他の映画を選ばずよく俺たちが見に来たなみたいな。そうそうそう、あとあれなんですね、このベノムの監督とデッドプールの脚本で、はい、ゾンビラダブルタップダブルタップって言ってるけど、うん、元からこの夫人なんでしょ。そう、売れる前の。そうです、そうです。10年前、うん、全員そうなんでしょ。だからこのゾンビランドダブルタップの最初の予告編というか宣伝が出た時に、うん、ベノムの監督、うん、デッドプールの脚本家っていう見出しで、うん、そのアメコミファンが、え、何、うん、ってなったんだけど、あ、ゾンビランドかっていう、そうなんだ。あれあれね、あ、それはそれでいいんだけど。新しいアメコミを期待しちゃったみたいな、うん、あの事件があったんですけど、うん、そう、元からだから別に、なんだろう、売れ線を連れてきたんじゃなくて、もともとやってた人たちのもう同窓会っていうか。そう、だってこのさ、うん、この人あれでしょ、ジェシー・アイゼンバーグ、あのフェイスブックのさ、うん、あ、そうそうそうです、ソーシャルネットワーク、ソーシャルネットワークの人だよね、はい、そうそうそう、のなる前なんでしょ。でもほんとここから全員一気に売れたっていう感じはあるんだよね、うん、だってアカデミー賞取ってますからね、エマスコ、
だってウディ・ハルソンも撮ってなかったっけ、なんかみんなアカデミーそうノミネートしてるノミネートされてるっていう人たちでなんか宣伝で来てたから、そうすごいね。だから10年前が古すぎて、うん、今いきなりこれ見るとなんか狙ってないみたいな、うんうん、キャストもスタッフも手堅いのやってんでしょって感じで、元からこのメンバーそうで10年前この子役女の子の子役、うん、リトルミスサンシャインの子でしょ、はいはい、そうが出てるんだけど、もう本当にもうね見る影もないというそうだね、もうまるっきり成長しちゃって、ね、うん、大人の女になっちゃってる。ああ。であと俺見て思ったのが、うん、ダブルタップね、うん、ネタバレなしで言うとめちゃくちゃデッドプールだね。あ、そうだよね、うん、あの最初のそのナレーションの、うん、ああ語り感じ、ね、語り口もそうだし、うん、もうテーマもブラックコメディーも、ね、うん、疑似家族的なこととか、ね、ただデッドプールが出てないだけぐらいの内容だね、うんうん、カメラ目線じゃないだけ、そう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 だからデッドプール好きだったら絶対面白いじゃん。面白い、うん、だこれで伝わると思うんだけど本当シンプル面白いんだよ。そうだね、うん、そうですね、うん、だこれ難しいね、うん、そのデッドプールならではのさ、うん、エンディングの感じだと思うんですよ僕。ああそうね、そうだからね、うん、そこもまあまあ、うん、なんかだから メタ感というか、うんうんうん、すげえ面白いですね。そう、うん、こういうのもたまに見るのめちゃくちゃいいなと思った。いい、そうそう、うん、まあそんな感じなんですけれども、はい、はい、これが公開されますので、はい、ちょっとネタこの後ね感想会やりますから皆さん、はい、ぜひ見てください。お願いします。はい、宣伝させていただきました。バイバーイ。バイバーイ。これめちゃ好きだった俺。なんだよこれこれと思ったラストも